近畿書画とは、文人、市外部がたしなむべきとされた芸。四芸。文人は、近畿書画に代表されるような芸能を遊戯として、たしなんだ。この他にも、詩や天国などが、文人の芸として挙げられよう。詩書画を良くする者を散絶と称賛したように多芸を、良しとする風潮があり、絵画に詩を書して楽観心象を押すという複数の、儀芸を総合した。 文人画のような芸術が生まれた。しかし、フミトたちはこれらの芸をあくまで自らが文画を楽しむための余儀として捉え、他者から職業的な営みと見られることを極度に嫌った。金銭を目的とすることは雅を尊ぶ文人の価値基準には耐えない俗物的な行為とされたからである。やがてたとえ権力者であろうと、稲荷にこれらの芸を披露すべきものではないという気骨を生んだ。 このような反骨精神を持った文人の逸話がいくつか伝えられている。古都の名手である闘神の大器、僧の繁栄、が芸に秀出た、僧の定所南、元の芸雲林などは、時の権力者に屈することなく自らの教授を貫いた。ただし、実際には芸を売って、ここをおしのぐこともこれをむさぼらない限りは下船とは、みなされず、貧丘にあえぐ文人の多くが書賀を売って、 米に変えた。画芸では、元松の暮れ中景、大元秋、書芸では、民の宿江田山、大大卓、東白虎などが作品を売って、生計を立てている。時代が下がるほどそのような例が多く見える。ことは、質とともに、死境にも見られるほど古い弦楽器であるが、講師やその門人たちがことを奏でることを好み、楽器の中でも最も重用していたことが、論語や、 来期に見え、また、創始にも、その記述がある。それらによると孔子は諸国を漫遊するたびにことを、携えて、歌の伴奏としており、固有や、眼界ら弟子たちもことを愛用していたことがわかる。儒学の祖である孔子らのこの風習はやがて儒者がことを、最も尊び愛用することにつながった。五感の簡単は、新論で、王将は、風俗通にて、 それぞれことの重要性を説いている。このような主張の中、関大から陸長までの間にことを得意とする著名な文人が多数現れている。前述の簡単に加え、五感では、馬通る、採用、義の傾向、闘神の待機などである。当延命のごときはことを奏でることができないにも、かかわらず、無限のことを愛憎して、酒に酔うとこれを奏でるかのようにもてあそんだという。 このようなことの流行は、南北朝時代に最高潮になりやがて衰退するが、近世になっても、文人のたしなむべき随一の楽器とされ続けた。木は、囲い木とも呼ばれ、日本の囲碁のことである。木はすでに、論語の中に、孔子の弁として述べられるほど、古い遊びである。広子のうちの、が囲碁を指しているが、広子の方は、すごろくのことで、 論語ではこの二つが同等に扱われている。しかし、後世の儒家は、すごろくを低俗な遊びであるとして退りけたようだ。五感のバトールの過去意気などで、広氏は、陶器的で先迫な掛け言であるに対して、インゴは頭脳を、使い戦略的、理智的であるとしている。文人の画族意識から、インゴは、ガチがある遊戯として認められたのだろう。また、 以後の静かに対局する姿は傍観者から見て、私的な風情を誘い、死に、いくつも営じられている。白、虚偽や嘱食は石を打つ時の音に魅了されて、死を営じている。文人にとって書は、最も身近な芸であり、これをしない文人はいないと言っても、過言ではない。また名だたる濃筆家のほとんどが文人であるとも言える。書することは、文人の職務であり、天文である。 この書する文字、書体にも文人の画俗意識が瞬間に働き、その神備が書芸の発展の一つの原動力となった。この他の原動力には実用性の追求、筆記具の革新が挙げられる。甲骨文字から金石踏み、焦点から霊書、さらに草書への書体の変化は主に実用性の追求から生じた。より早く書くという需要が高まったからだろう。 しかし一旦かかる書体が定着するとそこに美意識が介在し書芸の対象となった。前巻には商点やこれから八分、これから焦僧への変容が生じたが、これは文人の美意識の体現といえる。五巻末には八部の筆法を簡略化した新書きすなわち楷書が誕生し、さらに行書が生まれた。いずれも同様に書芸の対象となった。元来、 書とは書籍を示す文字だったが、五感の頃に、書芸の意味に転じた。この頃に、実用の書から、美術の書への関心の移行、つまり書の芸術性を重んじる主張が顕著に見られ、書芸を論ずる文章が現れ出した。早期の、筆論、採用、天税、調子、筆心論などに、書体や筆法が論じられている。陸長時代以後、このような長術は多くなり、東代では、 長飛公園の宝書洋録、うでは、珍種の書園、聖歌などに集められている。文人の画というと、文人画が有名である。これは、民末の陶器賞による画論、画前室随筆に、文人の画は大いから始まるとして、当代の大いをその子祖としたことによる。しかし、文人の画芸はさらにその演言を遡ることができる。当の長飛公園の歴代名画記には、 画を得意とする文人が多数挙げられている。五感では、長考、採用、長期、義の幼衆、官藩、傾向、職の諸葛亮、闘神の大器、王義士、古外士など、いずれも著名な文人で専門の画工ではない。このように、五感以降に文人の中で画を得意とする者が多数存在したが、画の価値については一定の評価を得られていなかったと考えられる。 正党の円立本は、電柱で絵師として扱われたことを大いに恥じて顔を真っ赤にしたという逸話がある。そう以降に、ようやく文人の遊戯として定着した。画芸について、進むの小返しの、論画、宋代の総碧の絵の、合算水女、王美の、ノブが、聖のシャーカの、小画品録などの画論でその理論が模索され、やがて起因を尊ぶようになる。 この価値基準の確立によって、文人の画芸に対する関心は一層高まった。北曹の米仏は、画史において、書画鑑賞の本質的な意義は、日志願することにあると述べているが、書画の芸術性が、社会に認識されたことを示している。このような背景の中、さきの陶器賞の画論では、専門の画工によった引退画と対峙して、文人画を位置づけている。 文人画はあくまで素人の余儀であり、その清水とも呼べる、金は広く文人の間に受け入れられ、草原以降、文人の趣味生活に深く浸透していった。近畿書画は東洋における伝統的な画題でもあり、東以降の中国や安土桃山時代以降の日本で、しばしば描かれた。ウィキメディアコモンズには、近畿書画に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。